こんにちは、わらんです。今日は丸い色付きのフレームの中にボタニカル風の色味のお花や葉っぱを中に閉じ込めてピアスを作ってみたいと思います。私はこういった丸いフレームを持っていないので、今回はこのフレームから作っていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤、ブラック、ホワイト、オレンジ、グリーンの色はこのアルコールインクで着色していきたいと思います。今日使うモールドは過去の動画でも使ったことがあるんですけど、パーツクラブさんで購入したこういった枠が取れるモールドを使っていきたいと思います。今までこの四角をよく使っていたんですけど、今回はこの丸い形、ラウンドタイプを使っていきたいと思います。そして今回このグリーン系の色味を使いたいので、今回はこのドライモスを使っていきたいと思います。これは苔を乾燥させたものです。今回は透明感も出したいので、中にはあまりドライフラワーを入れない予定です。それからさっきのドライフラワーと一緒にこのシェルのフレークも入れていきたいと思います。これは全部で12色あるので、丸の枠に合わせて合う色味のシェルを選んで入れていきたいと思います。今回ドライフラワーと一緒に入れるシェルはこの2色を入れてみたいと思います。
このシェルとドライフラワーだけでも可愛いんですけど、今回はちょっとアクセントを入れるためにこのゴールドのフレームも入れてみたいと思います。ピアスが完成しました。今回動画の中ではこのナチュラルなベージュホワイトの色とちょっとくすみがかったグリーンの色を作りました。こっちのベージュ系の色はこの中にオレンジ色のドライフラワーや黄色みがかったシェルを入れたので結構中にこう差し色が入って可愛らしく仕上がりました。こっちのグリーンは少し中の色味が寂しかったのでネイル用のゴールドのフレームを中にちょっとアクセントとして入れてみました。今回このシェルを入れるだけで中にちょっと光沢が生まれて上品な仕上がりになるのでこのシェルを入れるのはとってもおすすめです。ベージュ系には黄色っぽいオレンジ色、グリーン系にはパールっぽいホワイト、ブルー系にはこういったネイビーのような色味を入れました。これは入れるだけでかなり大人っぽくなるのでしかもどんな色味にも結構あったりもするのでかなり使ってます。くすんだ紫色にはこの可愛らしいピンクの色を中に入れました。周りが大人っぽい分中に少しだけ可愛らしい色味を入れました。それからこの紫とっても色味は可愛くできたなと思ったんですけどこの外側が紫、中がクリスタルなんですけどこれを逆にしてみたらどうなるかなと思って一つ試作で作ってみました。透明のフレームを作って中に同じ色の液が余ったので中にこの紫の液を流し込んで中に入れるものは同じようなものを入れてみました。ちょっとゴールドのフレームが中に入ってます。こっちもさらにこう透け感があって可愛いかなと思います。というわけで今回は丸いフレームを作ってちょっとこう透け感のあるようなボタニカル風の色味のピアスを作ってみました。フレームのパーツがなくてもモールドさえあれば自分で好みの色味のフレームが作れちゃうのでとっても便利でした。3色くらいまばらに入れて別光っぽい色味でフレームを作っても可愛いと思うしあえてこう2色で分けてツートンカラーの色味にしても可愛いかなと思いますが今回は1色でちょっとシンプルめに作ってみました。今日の作り方は何かの参考になればとっても嬉しいです。ぜひ参考になったよって方チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画もぜひ見てください。